パーフトルラ講座。皆さんこんにちは、レクセ人講師の根本です。ここでは私が担当するパーフトルラ講座、俗の言うパーロー講座について説明していきます。はい、こちらはどういう講座かというと、25問程度取れる方、その方を確実な合格レベルに引き上げる、それを狙っている講座になります。まあ、ある程度学習を進めていく、で基準点付近まで行く、でもその先がなかなか伸びない。じゃあなんで伸びないんでしょう。まず一つの理由は、知識は多くなった時に起きることなんです。一個一個が曖昧なんです。一個一個が曖昧だとどうなるかっていうと、整理ができなくなってくるんですよ。そのせいで今まで1個だったら答えられたのが、もう1個入ったせいでこの境界線が分かんなくなって、今までこれだったら答えられたのがもう1個入ったからせいで答えられなくなっちゃう。知識が増えてくるからこそ起きる消化不良。次、アウトプット学習、これを強くやってしまう。やった問題の丸×は分かる、でもやった表現じゃないと答えられない。これあの知識だよ、え嘘そうなの。やったことある知識で間違ったことはないでしょうか。それは今やっている問題、自分の問題文だけを覚えてる、だからそういう状況になるんですね。次、知識を絞りすぎる。ある程度絞ってそこを繰り返す、それは否定しません。点をある程度まで伸ばすにはそっちの方がいいんですよ。でもずっと絞りっぱなしの方が多くいらっしゃるんです。そのせいでどうなるか、これ新しい知識、新しい論できた時にね、全く対応できないんです。あ、自分が演習やってない、あ、これ無理だってなっちゃうんです。以上のように成績が伸びない理由は大きく言うと3つあります。曖昧なものが多すぎる、アウトプットで覚えちゃってる、知識を絞り込んじゃってる。そこでご提案したいのがこのやり方です。図表を使って知識を整理しましょう。知識を整理しながら曖昧知識をなくしましょう。そしてしっかりしたインプットをしていきましょう。問題演習で覚えるなく、インプットテキストで知識を入れていきましょう。またその部分も絞りすぎず、これから出題可能性があるところ、そこまで手を伸ばしましょう。これをやっていくのがこの私が担当するパーフェクトローラー講座です。具体的に見ましょう。まずは図表中心の教材になってます。合格者の方から、あ、本当に見やすかったです、整理しやすかったです、見やすい、違いが分かると皆さんに言っていただけます。すると印象に残りやすいんです。印象に残っていい印象がつくと繰り返すんですよ。結局やれば分かると思いますが、結局同じ知識を何回回したかで決まるんですよね。だったら回しやすいもので学習すべきなんです。また表のいい点というのは、何を覚えるべきかがしっかり分かることなんです。縦軸横軸があって、こう線があって、丸とか×がついてる、その丸とか×がついてるところを理解していけばいいんですよ。文章でザーッと書いてあると何やればいいか分かりません。でも表になっていれば、あ、その表の部分を押さえていけばいいんだなっていうふうに分かるんです。で、しかもその表って大抵丸とか×で作られていることが多いです。そこを隠しちゃえば簡単なアウトプット教材になるんですよ。図表にはまだまだいい点があります。この図の意味なんだろう、縦軸がこれで横軸がこれ、あ、
この時のあの話でこれが丸ってことか、なるほどねってなると理解ができてるってことです。ってことは角度変えられても答えられます。これが図表学習のいいとこなんです。じゃあ教材はこれぐらいとして、じゃあ講義はどんな感じなのかとっていうと、まあ、全ての分野っていうと大体もうこの3つに分かれると思うんです。まあ、自分で勉強しやすい分野からそうじゃない分野とか、あとまだ出てない分野があります。この講座では1についてはポイントを指摘するぐらいにします。2と3に多くの時間をかけてきます。こう2と3の部分が25点以上を狙うのにどうしてもいるところなんです。25点以上選ぶにのためにね、こう2と3をメインに説明をしていきます。そしてどんな説明かと、はい、この図を見てください。こちらの方、ここでどういう違いがあるかというと、請求手字があるかないかで違いが出てるでしょう。うん、分かってきたね。それじゃあなんでこれ請求手字があるかないか、どうしてこういう違いが出るかというと、こういう理由なんだよ。こんなように図を使って違いを明確にします。そしてなんでそんな違いが出るのかを説明していきます。またどうしても無理なものってあるんですよ。難しいものって、そういったものはもう私がいろんなことをやってイメージを持たせます。記憶に残すこと、これをいつも念頭に置いて講義をしています。はい、そして今年の講義についてですが、こちらは配信日に全科目を配信いたします。具体的に言いますと、民法以外は昨年収録したものを公開日にすべて公開します。で、民法に関してはこちらは改正が絡んでおりますので、これすべて新法の下で取り直しております。で、このすべてが配信日にすべて見れます。これによってお一人一人のニーズに合わせられます。自分会社法苦手なんだよな、けど会社法の配信日後なんだよなってことにはなりません。弱い科目から上げたいとか、強い科目を底上げしたいとか、民法改正からもうやりたい、民法第1回目は改正部分だけに特化して全部説明します。なんでまず改正部分だけ聞きたければ民法1回目を聞いてください。こんなように一人一人のニーズに合わせた受講が可能になっています。これが私が担当する講座なんですが、ただやっぱり合う合わないレベル感あると思います。お試しウェブ受講というのがあります。こちらの方はある特定科目の1回目、こちらが受講できるようになっています。それを聞いてもらって理解ができるかどうか、そしてもう1個、結構2も重要だよ、復習にどんだけ時間かかって、それが自分の今のライフタイムの中でちゃんと賄えるのか、それをぜひ試してみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。